ふるさとの魅力再発見、宮崎ふるさと中継です。澄み切った夜空に瞬く星が綺麗な季節、日本一星空の美しい街に7回も選ばれ、全国からも天文ファンが訪れる都城市高崎町の橘天文台から淵上アナウンサーがお伝えします。はい、まずはご覧ください。これは何ですか？さすが日本一星空が美しい町、高崎町、見事ですね。皆さんこんばんは。今パッと明るくなりましたけれども、実は私外ではなくプラネタリウムの中から星空をお伝えしていたんです。ということで今回はこのプラネタリウムがある橘天文台から中継でお伝えしていきます。まずはこちら、見延さんにご紹介していただきます。よろしくお願いします。さあ、はい、こちら今見ていただいた星空というのはどういった今の星空です。今現在の、はい、現在の、このプラネタリウムは過去でも現在でも未来でも見ることができるという再現できるんですね、そしてこちらちょっと狭いように狭くなってますね、下絨毯引きで平べったくなってますけど、この、中で寝っ転がって楽しんでいる。そうなんですね。確かにこう座ってみると天井も高くなりますね。そうですね、視野が広がりますので広い世界っていうのを体験できるということですね。そうですか。ちょっと私も寝転がりたいところでありますが、仕事を忘れそうなので、ではまずは施設についてご紹介していきます。こちらの橘天文台は都城市高崎町の高台にあります。観測ドームに設置されているのは大口径の反射望遠鏡で、なんと5億光年先まで見えることが確認されています。また昼間でも青空に見える星を観測できます。雲がかかって星の観測ができない時にはプラネタリウムを使ってその時の星空を再現し、解説もしてもらいます。さらにフロアにはグッズコーナーもあり、他では手に入りにくい星に関する商品が並び、宇宙食なども販売されているということです。さあ、そしてドームに上がってきましたけれども、やっぱり寒いですね。寒いですね。冷え込んできましたね。はい、そしてまず目に飛び込んでくるのがこちら、大口径の望遠鏡ですね。細長い望遠鏡2つ揃えてます、遠い世界を、より身近に感じることができるということなんですね。迫力あります、こちらで何が見えます？ご覧になってみてください。いいですか。ではちょっと失礼して、これは私も分かりました。土星ですよね。そうですね、はっきりと輪っかが分かるから土星っていうことが分かる。輪っかがあるだけに、この輪っかは、私チリでできているとこう習ったことがあるような、ほとんどの方がチリとかガスとか、あるいは岩石でできていると思っていらっしゃるんですね、実は氷なんです。氷ですか、太陽と光って非常に弱いんですよ、土星までは、それを強く反射しないと見ることはできない。だから私たちは見られるということなんですね。そういうことですね、そしてこの時期何かおすすめの星はありますか？今秋ですのでね、秋は真っ只中ということで、アンドロメダの銀河、遠い宇宙を見ることができるんですよ、私たちは天の川の中、天の川銀河という一つの宇宙に住んでるんですが、その地球の中から、お隣の宇宙、これだけ離れてるのにお隣ですか？そうですね、宇宙の広さからするとほんのわずかな距離なんですね、すぐお隣さんと。それが今綺麗に見えるんですね。今綺麗に見えております。そして冬は何かおすすめありますか？今からだんだん寒くなってまいりますと、皆さんでスバルっていう星ご存知ですね。言葉もちろん知ってますが、実はスバルって星の塊なんですね。集合体、集まるっていう言葉から、スマルっていう言葉に変わって、そして現在のスバルと呼ばれるようになります。時代とともに言葉が変化していったと。平安時代の清少納言さん、枕草子の中で星はスバルが一番美しいと褒め称えてるんですね。この頃から代表する星だったんですか？はい、そうなんです。それが見られるのはまた楽しみですね。そうですね、皆さんもぜひこちらお越しいただきたいと思います、営業時間ご覧の通りなんですが、今日と明日はなんと10時まで空いておりますので、皆さんのお越しお待ちいただいております、皆さんも星の世界覗いてみませんか？お待ちしています。